方、イチローさん、150キロ以上の速球に対して OPS、700未満、現代で通用しない選手だった。93マイル、150キロ以上の速球に対する OPS、697、イチロー、2008-2010。んなのを、長島、張本もやろ。イチローは前世紀の時のデータないんか？その頃のイチローは33から35だろ、とっくに前世紀過ぎてるわ。近年は30過ぎたら速劣化するのは右ヤクホルス、トラウト見てたらわかる、松井もやん。松井すげーな。イチローを貶めるとか日本人ってほんまに醜いな。今年の大谷はフォーシームよく打ってるのはわかる。案の定大事論で草。93未満の球に対する OPS は？切り抜いてる時点で情報としてわかす。2008から2010年のイチローは35から37歳だから、そりゃ速球は厳しいわ。松井も同じ時期やけど。前世紀なら目が慣れや合わせてくるやろ。そういうピッチャーが少なかった時代なだけやん。チャンネル登録よろしくお願いします。